これは何だと思いますか？これは私が長い間悩んでいた YouTube の動画作成における悩みを解決してくれた画期的な商品です。クラウドマイクロフォンというところが出しているクラウドリフター CL1。 ダイナミックマイクを使っている方は必需品です。というか劇的に変わると思います。そもそもダイナミックマイクは低出力のものが多い。これを使うと出力を上げてくれるんです。その他の機能、別にありませんが、それが何か。皆さんご機嫌いかがですか？ダンディ M チャンネルの M です。私が今使っているマイクは、シュアダイナミック型 SM7B。 あのマイケル・ジャクソンがスリラーのアルバムの中で使っていたと言われているマイクです。ナレーション用のマイクでもあり、音質もフラットで非常に気に入って使ってます。というかこのマイクの金額は約6万円程度。マイク選びは非常に難しく、これでダメだったら仕方がないと、そういう気持ちで購入したマイクです。非常にいいマイクだと思うんですが、一つだけネックがありました。マイクから取り込む音が小さい。マイクからの入力を大きくしようと思うとホワイトノイズが乗ってくるんです。ダイナミックマイクは低出力のものが多い。声を張り上げて歌うような、そういう時にはダイナミックマイクは非常にいいと思うんですが、こういう私のような家族にも黙ってこっそりと YouTube を発信しているような、こそこそ喋るような、そういう小さい音を拾おうと思うと、どうしても入力値を大きくしてホワイトノイズとの戦いになってしまいます。簡単にマイクの説明をすると、コンデンサーマイクとダイナミックマイクがあります。コンデンサーマイクはマイクに電流を流していろんな音を取り込もうとする、そういう性質があります。そのためクーラーの音や生活音が入ってしまう。ダイナミックマイクはカラオケなんかで使われているマイクで、マイクの周りの音だけを拾ってくれる。だからあのカラオケの大音量の中で自分の声だけをしっかり拾ってくれてるんです。私は部屋でエアコンをちゃんとかけて快適な環境で動画を作成したい。でもコンデンサーマイクなら生活音を拾ってしまう、エアコンの音も拾ってしまう。だからダイナミックマイク、それはホワイトノイズとの戦いでもあります。そこで今回購入したのがクラウドマイクロフォンが出しているクラウドリフター CL1。 これはコンデンサーマイクのようにファントム電源を使用して、つまり電流を流し、マイクからの音を大きくしてくれる、ダイナミックマイクの性能を最大限に発揮させることができる商品です。マイクの信号をクリアなまま 25dB まで引き上げてくれる、マイクからの音を大きくしてくれるものなのです。他の機能なんてありませんよ。ただマイクからの音を大きくしてくれる、それだけの商品です。何か問題でも？この商品結構高くて2万円から2万5千円くらいします。マイクからの音を大きくするというだけでこれは問題でしょう。金額が高すぎる。でもこういう商品ってなかなかないので仕方ありません。注文して届いたのがこれです。中身を開けていきます。いつものハサミでワイルドに開けていきます。それでは中身を見てみましょう。最初に説明書的なものが入っており、すべて英語で書かれてます。中身を読んでみましょう。全部英語でしたので飛ばします。私は基本説明書は読まない方です。英語ならなおさら。本当は読めるんですけどね。それでは中身を取り出していきます。これがクラウドリフター CL1。 このデザインまるで80年代です。結構思ったより重さがあります。裏には滑り止めのためか、もしくは振動を吸収するためなのか、ゴムがついてました。マイクとインターフェースの間にこれを入れます。これが中間に入る。この本体にボタンやスイッチは見られません。小さな鉄の箱っていう感じです。これが約2万円。それでは実際に取り付けていきたいと思います。オーディオインターフェースからキャノンケーブルを抜きます。当たり前のことですが、マイクの先が USB になってるような、そういうマイクは使えませんので、足からず。それと忘れてはいけないのは、マイクのケーブルが1本必要になります。プラスでマイクのケーブルが1本しかないという方は事前に購入しておいてください。こう見ると不思議とかっこよく見えてきます。こちらにもう1本のコードを挿します。準備はこれだけです。たった取り付けるだけ。マイクとオーディオインターフェースとの間に取り付けるだけ。これでできました。あとは結果がどうなるか楽しみです。それではこのクラウドリフターをつけた場合とつけてない場合と比べてみましょう。何も加工せずそのまま入力した音をお聞きください。ご機嫌いかがですか？ダンディ M チャンネルの M です。
聞こえたでしょうか。ほとんど聞こえなかったと思います。私が編集で使っている映像のソフトは Adobe のプレミアなんですが、音を取り込んだ時の波形はこんな感じになってます。次にクラウドリフターを接続して音を取り込んでみましょう。コンデンサーマイクを使うように電源を供給します。ポチッと。それでは同じようにやってみましょう。ご機嫌いかがですか。ダンディ M チャンネルの M です。全然違うと思います。波形も全然違います。左がクラウドリフターを使わなかった場合の波形、右が使った場合の波形です。ちなみにこれ電源を供給しなければ何も音は拾いません。無の状態です。このようにこのクラウドリフターを使っての動画作成は数本前からやってます。これでもちょっとは改善できてるかなと思うんですが、あとは私の話し方次第。このようにこのクラウドリフターはダイナミックマイクの弱点をカバーするもので、これを使うことでダイナミックマイクは最強になると思います。それ以外のものはなく、それ以上のものもない。それだけのものですが、何か問題でもこのクラウドリフターつけてノイズがひどくなるなんてことは私は全然感じませんでした。かえってマイクコードの長さを短くできるので、1本で使ってたところを2本分けて使う、半分の長さを2本みたいな感じなので、かえってノイズは少なくなるかもしれません。私は音の専門家ではないので、あくまでも個人的な感想です。ダイナミックマイクの音の小ささでお悩みの方、少々約2万円で高いんですが、ぜひ試してみてください。金額以外は何も問題はありませんと思います。こんな感じでこのチャンネルは私が気になること、気になるもの、こだわったものなどをご紹介してます。よかったらチャンネル登録お願いします。それではこの辺でごきげんよう。